天下は万事円航路が支柱よ。董卓が戦王を極める少し前、帝の縁戚である大将軍家臣が宦官により誅殺される。曹操、袁紹、袁術はこの機に漢王朝腐敗の原因である宦官を除くべく洛陽に集う。宦官どもめ、権力欲しさで家臣にまで手をかけおったか。ついに本性を表しおったな。袁術、あざなは航路、四聖三公の名門袁家の主であり、袁紹のいとこにあたる。富や名声を愛し、自分より目立つものを許さない。大将軍家臣が宦官により謀殺されると、彼は洛陽へ駆けつける。袁術の欲望への道が始まろうとしていた。あんな奴らに牽制を渡してなるものか。陛下のおそばで実権を握るのは高家たるわしであるはず。本所そうであろう。お前だけではない。私とて名門円家を、都で不穏な騒ぎを起こす宦官は看過できぬ。国を乱す元凶はここで打ち倒してくれるわ。一つよいか。こたびの目的を今一度確認しておきたい。そうそう、身分をわきまえよ。お前はただの役人、わしらとは立場が違うのだ。控えておらぬか。まあ待て、こたびは洛陽に乗り込む以上失敗は許されぬ。懸念があるならばここで述べておくべきであろう。感謝する。我らはこれより洛陽の宦官を排除するが、問題となるのはその後であろう。宦官という盾を失った帝に権力を欲する獣どもが群がるのは自明。陛下を奪われては混迷はさらに増すであろう。いやしい話よ。ならばわしが残って帝の補佐をしてやろう。これならば文句あるまい。お前一人で陛下をお支えするなど無理な話よ。ここは我ら三人で各々の領分を発揮し、官室をあるべき姿へ立ち戻らせるべきではないか。さすがは袁紹、話が早い。そのためにも宦官を除きつつ陛下の御身を確保するのがこたびの本旨となろう。よし、決まったな。では行くぞ。我らで帝と官室を混迷よりお救いするのだ。本署名急遊とはいえ、下級役人の話を真に受けおって、袁家の風格が損なわれるではないか。やはりこの国一番の権威と実力を持つわしが袁家を、官室を取りまとめねばなるまいな。やつらにそれを分からせてやるわ。見ておれよ。本所や曹操に遅れを取ってはならぬ。急ぎ宦官を排除し帝を保護するぞ。宦官に金をむしり取られ皆困っています。宮城の修繕費と称して俺たちの金を、あの豪邸に大金を運び込むのを見ました。どうやら十条寺の一人が守ってるようです。強欲な奴らね。国のためわしがその大金を接収してやろう。お前はもしや金が狙いか。
騒ぎ立てねなら分け前をやってもいいぞ。金などいらぬ。わしが欲しいは貴様らの命。手が高いわ。金、せっかく集めた金が。民より奪った金は民に返すのが筋。依存はありませんな。勝手にせい。役人風情がしゃしゃり出よって。敵将、この円航路が討ち取ったぞ。任を果たせたか。か、金を根こそぎ奪われただと。バカな。それではこの先どうやって。なんだ、金がないのか。それなら宦官に味方しても利はないな。炎章様、門は思いのほか堅牢です。脇から回り込んではいかがでしょう。ええ、正面から乗り込んでこそ名族の戦。脇へ回るなどあってはならぬ。戦下手なやつめ。手段はどうあれ敵を突破すればよいのよ。わしの兵は何をしておる。ついてこなければ何の意味もないではないか。本所め、まだ来ておらぬようだな。ここを制圧してわしの手柄にしてくれるぞ。手が高いわ。機械よ、円航路の前であるぞ。我が知略では通用せぬか。この地は円航路が制した。本所よ、そんな戦下手では名族は引き入れぬぞ。言わせておけば今に見ておれよ。敵将、この円航路が討ち取ったぞ。武器庫を海賊に渡してはならぬ。何としても守るのだ。ここを奪えば優位に立てるが、さすがに敵も必死の抵抗をしてくるな。知略のみではもしのげんか。ここでは球場の守りが。伝令、武器庫が炎術軍に奪われたとのこと。それでは矢弾を補給できないぞ。
もう兵器は使えないか。はは。もしそこのお方、洛陽の宮城に入る方法をお探しですかな。急に声をかけてきよって不審なやつめ。わしを誰か知っての所業か。失礼いたしました、炎術殿。わしは西洋。官室のため宦官総統に協力いたしましょう。うん、任を果たせたか。わしについてきてくだされ。この先に洛陽内へ通ずる抜け道がございます。ほう、抜け道か。うまく使えば本性を出し抜けるやもしれぬ。ここまで逃げれば。こんなところにまで追ってが。矢の定めを教えてやろう。ここで敵に出くわすとは、なんたる不運よ。すでに洛陽の外に宦官が出てきておるか。急がねば帝も連れて行かれてしまうぞ。ようやく着いたか。ん？おい、抜け道が開いておらぬではないか。鍵はこちらにございます。さあお通りくだされ。ちょっ、今だ！宦官どもを蹴散らせ！こやつらどこから湧いて出た。まずいぞ。どうすれば。これ以上の狼藉は許さん。始末してくれる。高いわ。来たか。聖騎士よ、この炎航路が討ち取ったぞ。素晴らしいご活躍、お見事です。帝を盛り立てるのは我らの役目。貴様らなどにどうして。知略のみでは武をしのげん。貴様ら宦官の時代は今日で終わりよ。この先は名族に任せよ。我が知略にかけて。任を果たせた。大義でよ。夜な逆賊め。貴様らなんぞに陛下は渡さぬぞ。図が高いわ。
近いよ、炎鉱炉の前であるぞ。陛下を奪われては我らの立場は。はい、どうぞ。ゲロリ、わきまえよ。観覧などわしの敵ではなかったな。して陛下はどこにおられるのだ。あらかたの騒ぎは収まったが、肝心の帝のお姿がどこにもないではないか。本所どうなっておる。ええ、私に聞くでない。宦官どもめ、よもや帝をどこぞに幽閉したのではあるまいな。安心せい、陛下ならば無事よ。トータク、なぜお前がここに。なぜだと？貴様らがふぬけだからじゃ。なんだと。陛下はこの混乱に怯え、洛陽の外を一人さまよっていらした。董卓様が保護せねば、今頃野党の餌食だっただろう。立場上帝を守らねばならぬお前たちが、こともあろうに都で暴れ、陛下を危険にさらすとは。愚か者どもめ、恥を知れ。もう貴様らには任せておけん。これより陛下はわしらがお守りする。分かったらさっさとここから出ていかんか。してやられたな、やつめ。我らの動きを見越し先回りしておったか。本所どうするつもりだ。あんな品のない男に帝を奪われるとは。お前が曹操の話など悠長に聞いておるから。何を。お前の動きが遅かったからこそ董卓謎に奪われてしまったのではないか。二人とも今はいがみ合っている時ではない。董卓は帝の意を借り、国をさらに混沌たるものへ導くであろう。それは何としても防がねばならぬ。ここは一度引き、各自で対策を考えるべきではないだろうか。うん、そうであるな。では我らはこれより領地へと戻ることとする。炎術もここはおとなしく帰ることだ。本社の分際でわしに命令するなど100年早いわ。しかし今から董卓を追うわけにもいかぬか。やむをえん、ここは一度慶州に戻るか。だがわしは必ず洛陽へ帰ってくるぞ。名誉と地位、そして帝を手に入れるためにな。キレイ、その後董卓の動きはどうだ。はっ、奴は権力を笠に着て残虐非道の限りを尽くし、都はさながら地獄絵図の様を呈しています。国全体も黄巾反乱の時にも増して荒廃の一途をたどっています。今こそ炎術様のような名家の方が立つべきかと。やはりあの男は獣の類であったか。どこの馬の骨とも知れん者が帝の意を借れば、もはや国の体をなさなくなるのは見えておったわ。今こそわしが動かねばなるまい。キレ、諸侯に通達をせよ。略属董卓を討たんとする者は炎鉱炉のもとに集えとな。おお、天下の名家炎術様が自ら立つとなれば、諸侯も喜んで参じましょう。炎術様、炎章様より文が届きました。本所から。
この急場にくだらぬ要件ではあるまいな。な、何？トータク討伐の連合軍を結成するだと？やつにこのわしを差し置いて勝手な真似を。同様の文は国中の諸侯へ送られている模様です。すでに洛陽周辺には続々と将兵が集っております。いかがいたしましょう。動けば炎章の命に従うことになり、動かねば董卓を支持することとなりますが。急ぎ戦の支度をせよ。我らもこれより洛陽へと向かうぞ。董卓は討つだが、本所の命には従わぬ。奴から指揮権を取り上げて連合軍をわしのものにしてくれるわ。これより我らは逆賊董卓を打ち果たすべく洛陽へと進軍する。連合軍の指揮は私炎本所が取ることとなった。本所、相談もなく勝手に動きおって。炎家を取りまとめておるのはこのわしじゃぞ。さあ今すぐに指揮権をよこせ。何をバカなことを。諸侯は我が檄文に共感して集ってくれたのだ。皆から信を得ている私が長を務めずにどうする。それにすでに夫人まで済ませておるのだ。もはや何を言っても遅い。お前もこたびは私の指揮に従って動いてもらう。お前には兵糧の管理を命ずる。領末は我らの生命線とも言えよ。怠らずに任に当たるのだぞ。我らはこれよりすでに戦果を挙げた孫権殿に続く第二陣の攻撃の段取りを決めねばならぬ。ここで失礼する。待て、まだ話は終わっておらぬぞ。さては曹操も凶暴しておるな。このままでは本所に手柄を取られ、地位や名誉も奴のものになってしまう。いや、そんなことになってたまるか。炎術様、先方の孫権様より兵糧支給の要請が来ております。いかがいたしましょうか。放っておけ。これ以上誰にも手柄はやらん。第一、そんなさまつな人などやっていられるか。きれい、わしは誰だ。はっ、この国一の名族炎騎を率いる炎術様です。動乱を鎮め帝をお救いし、ゆくゆくはこの国の礎となられるお方です。そうだ、そのわしがこのようなところで兵糧管理などしていられるか。すぐに出るぞ。董卓を討ち、炎航路の力を見せつけてくれる。連合軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり董卓を討ち果たすのだ。本所めいい気になりよって。奴を出し抜き、わしの方が上だと示してやる。行くぞ。連合軍の進撃もこの止水艦で終わりだ。馬遊様がいる限り誰も通さねえ。図が高いわ。来たな、連合軍め。組兵部隊を城壁から狙い撃ちにしてやれ。狙ってきたから読み通りだ。帰り討ちにしてやるぜ。しまった、俺の指揮がなきゃ弓兵部隊は動けねえ。
機会よ、炎光炉の前であるぞ。止水艦前の仲間が退けられたか。我らの胸を我らで晴らすのだ。関を越えて連合軍を迎撃せよ。仲間の奮闘を決して無駄にするな。おのれ、あとは仲間に託すしかない。小生までも倒されただと。こうなや俺が出るしかないようだな。矢の定めを教えてやろう。我々は友軍の援護へ向かう。急げ。ゲルミ、この俺が敗れるとは。あ、連合軍の分大したもんだぜ。当然よの。お見事、見てるこっちも奮い立ちますぜ。行くぞ。見ておれよ。助けてください。村に東卓軍が攻めてきて無理やり食料を。頭が高いわ。わしらのために戦ってくれるとは、このご恩一生忘れません。村を助けに来てくれたのか。ありがてえ、ありがてえ。あなた様は命の恩人じゃ。わしらを助けてくれるなんて、なんという心の優しいお方よ。他が孫楽と思ったなら、炎王軍が行き帰る。炎光炉の前であるぞ。敵軍を撃退する。村の全員を救ってくださるなんて、これは村に代々伝わる宝ですだ。当然よの。大義である。何をグズグズやっておるのだ。本所に先を越されてしまうではないか。申し訳ありません。しかし敵の守りが予想以上に固く。泣き言を申すな。連携の勝負。こうなればわしが道を開いてやるわ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。素晴らしい。
ティオの定めを教えてやろう。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。感謝します。これぞ名家を束ねる炎鉱炉の戦よ。董卓軍など恐れるに足りんわ。炎術様お見事です。我らどこまでもついてまいりますぞ。素晴らしいご活躍お見事です。わざわざやられに来た。返り討ちにしてくれる。わきまる攻撃を開始する。連合軍の奴らを挟み討ちにしてやれ。待ち伏せしたはずが返り討ちに遭うとは。当然よの。素晴らしいご活躍お見事です。あなた村道中ところをうろついてる奴がいるぜ。おい身ぐるみ剥がしてやれ。手が高いわ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。もう少しで村だぞ。あと少しだ。できました。あなたには感謝してもしきれません。あなたのような人と共に戦いたい。ここで連合軍への志願を募ってみます。当然よの。頭が高いわ。大義である。